はい。皆さん、こんにちは。バナルグルビジです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊。いよいよ、コンプリートモードをプレイしていきたいと思います。本ゲームのメインモード、未完成なヤマトを修理補給、スキルアップさせながら、世界の有名艦隊を撃破、最強艦を作り上げるというモードです。では、早速始めていきたいと思います。ゲームの進め方なんですけども、海域にミッションが出ています。今だとミッションが4つ出ているのがご覧いただけると思います。で、この中からミッションを選んで進めていく形です。今回はね、初めてというところもありますので、まず1つのミッションをやってみましょう。ミッション1、レベル1。世界最強を証明する航海の序章となるミッション。米海軍デビッド・ライアン大佐が指揮する水上艦隊に挑みますということですね。では早速こちらを進めていきます。海域、モルッカ海峡。基準の時間は2分と出ています。敵艦は駆逐艦によって編成された小規模艦隊。耐水ヘリが投下する索敵用のその部位に注意ということですね。助言は潜水艦深く潜ることによってより安定した水中伝達音波を感知することができる。情報を得るには先行することということになっています。では、ヤマトの状態確認だったり、スキルアップだったりという画面に移っていきましょう。まず今回初めのミッションは、レベル1というところなんですけども、保有ポイント6000ポイントあります。修理の必要はなさそうですね。こちらの緑の一番左が修理の場所ですが、修理の必要はなさそうです。でスキルを上げるにはですね、1万ポイント必要ですね。艦の運動だったり、ソナーの性能、弾薬の種類や、静粛性、装填時間だったり、同時発射数。まあ、これらを上げるには、いずれにしても、ポイントが1万以上必要ということです。で今回はですね、補給で魚雷を補給していきます。補給できる魚雷も現状は、このマーク46だけです。例えば、このマーク48とかはね、そもそも、まだ、スキルアップしないと、増やすことができないので、まあ、今回はですね、マーク46の魚雷を13本、念のためデコイも持っていきましょう。では、これでミッションを始めていきます。このコンプリートモードに関して言うとですね、敵の機関を撃破すれば、そこで勝利、ミッションクリアになるので、敵のね、まずは、機関を発見して、それを狙っていくというのが重要になるかなと思います。ボトムに潜って索敵します。はい。この後、索敵結果が出るので、その索敵結果をまずは見ていきましょう。画面の左側には沈没船ありますね。これもちょっと攻撃するとポイントがもらえるそうなので、これも攻撃してしまいましょう。まずは1艦発見。駆逐艦カイスプールアンスキュー。オブライエンを発見します。これの、じゃあ撃沈を狙っていきましょう。速度を上げて、沈没船の方に向かいます。で、このままですね、魚雷を当てて敵を撹乱しましょう。魚雷1本撃ってしまいますが、まあこれは良しとしまいます。魚雷発射。では、30ノットまで上げて、画面の左上に出てるですね、赤い矢印あると思うんですけども、あれが敵艦、発見済みの敵艦がいるであろう位置です。さらに敵艦は、耐水ヘリ、出してきましたね。耐水ヘリが出てきたような位置からも敵がいると思っていいでしょう。画面の右上、新たに赤い矢印出てます。これ、おそらく敵艦の新たな発見位置ですね。そちらの方も意識しつつ、向かっていきましょう。1500ポイント。沈没船破壊したことによって1500ポイント手に入ったと思われます。では、敵艦の後ろにつきました。音門も採取済みです。まあ、おそらく、最初の一艦なので、音門新しく採取っていう形になると思うんですけども、採取済みの同じスクリューン、音門だった場合には、音門採取済みっていう形になるのかなと思います。魚雷46ですが、これ、オブライエンに命中。一撃で撃沈しましたね。マーク46だと、なかなかね、威力という面では、他のマーク48だったりっていう魚雷に比べると弱かったりしてですね、何発か魚雷撃たないと撃破できないなんていうこともあるんですけども、今回は守備よく、一撃で撃破できましたね。では、他の艦を探しに行きます。今、敵艦とすれ違いますが、敵艦まだこちらの位置完全に把握はできていないですね。索敵をしているような状態だと思います。なので、ちょっと後ろに回り込みましょう。コンテナ級の
艦影を発見してます。これも沈めちゃいましょうか。沈めれば沈めるほどですね、当然ポイントがいっぱいもらえるので。機関を狙うっていうのも、まあもちろん、戦闘をね、終わらせるという意味では重要だと思うんですけども、この、やっぱりシミュレーションゲームである以上ですね、ある程度敵艦を多く撃破して、ポイントも多くもらうっていうのもね、重要かなと思うので、見つけた敵船は、まあ、現状であれば撃破しても構わないのかなと思います。では、敵艦の位置見失っていたんですが、ボトムについて索敵完了しましたので、魚雷撃っていきましょう。敵もこちらの位置を発見してるかもしれないので、早く行ったもん勝ちですね。ヤマトよ、機関に戦術を教えた日々が懐かしい。だが戦場に絞ってしもない。思い知るはいい。アメリカの実力を。お互いがお互いを認知しましたね。アメリカ軍の国旗が出ましたが、この国旗が出た状態がですね、確認できれば、それが敵の、まあ、まさに機関ということだと思います。まあ、念のため魚雷もう一本撃ちます。で、敵が対水ミサイル発射してきましたので、こちらはそれの回避運動に入ります。魚雷が命中しました。駆逐艦ファイフに魚雷命中。激震ですね。はい、これでミッションコンプリートになります。で、ミッションコンプリートの後はですね、採取した音紋データの確認。さらに獲得したポイントの確認ということになります。まあ、戦闘時間、敵の撃沈数、沈没船、特殊撃沈、以上から総合得点が計算されて、ポイントになります。これを使ってですね、先ほどご覧いただいた修理、補給、スキルアップ、レベルアップということを繰り返していくことになるんだと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、この続きをまたプレイをしていきたいと思います。